はい皆さんこんにちはレック専任講師の秋元由里です本試験が目前に迫ってきました緊張してますか、はいえー、緊張してねいるっていうのは実はいいことなんですよ、えー、それだけね、えー、勝負できるところまで持っていけてるってことですからねプラスに捉えていきましょうはい本試験まであともう少しです、えー、それまでねどうやって過ごすかなんですが とにかく体調管理に努めてください、ね、体調崩したら元も子もないですからねで、えー、焦っていると思いますけど新しいことはやらないでくださいね。はい えー、基礎に立ち返る、これ大事ですよあとは今まで、ね、自分が間違えたことのあるもの、ねえー、それを振り返ってみましょうでもう、ね、同じ間違いは繰り返さない、ねえー、そういったことに意識を、ね、向けて過ごしてください。はい、で本試験ではです、ねえー、変に受かろうなんて思わずに、ね、とにかく100%実力を出し切るということを考えていきましょう。ね、そうすするとと結果は自然とついてきます はい、ええー、とにかくね。最後まで諦めないようにね。していってくださいね。応援しています。頑張ってください。